紙ヤスリ。木工用で、非、耐水性。耐水性の紙ヤスリ紙ヤスリは、砂やガラス質の粒、トリュ研磨剤を塗布した紙であり、研磨加工に用いる紙である。漢字だけで表記する場合は紙ヤスリ。研磨紙とも。紙ヤスリは、使用するときに必要な大きさに切り取って使うものであり、表面の研磨剤が剥落すれば、寿命として使い捨てていく。 消耗品である。布に研磨剤を接着してあるものの方が耐久力があり、目詰まりしても叩けば削りくずを落とせるが、やはり研磨剤が剥落した時点が寿命である。比較的広範囲の研磨に向き、用途としては、素材の表面に付着したサビや不要な塗料などの被膜を削り落とす、あるいは広範囲を削って滑らかな局面を削り出す。 曲面の表面を滑らかにさせる、など。木の粗さ、細やかさを数字で表現して分類されており、研磨剤の種類により金属用、木工用、合成樹脂用などに分類されており、耐水性と非耐水性でも分類されている。紙ヤスリは、ヤスリという名称が含まれているもの。主な用途は検索というよりは研磨であり、その意味では砥石に近い。 耐水性のものと非耐水性のものがある。耐水性のものは耐水ペーパーと呼ばれ、研磨対象の表面を濡らした状態のまま研磨することができ、金属の研磨に用いられるものが多い。非耐水性のものは濡れている対象を磨こうとしてもすぐにボロボロに破れてしまう。木工用などに使用される。布に研磨剤を接着してあるものは大抵は耐水性で、 また接着剤も強固であるため、電動サンダーなど動力工具に取り付けて利用される。研磨剤の流度によって目の粗さが定義され、それを数字で表現し、紙ヤスリの裏側などにその数字が表記される。数字が小さいものほど目が粗く、数字が大きいものほど目が細かい。例えば、国際的には、文章中では、60、200、 300、800、3000などと表記し、日本ではそうした数字による分類を番手と呼び、60番、200番、300番、800番、1500番などと呼び、表記する。ざっくりと、ざらめ、中目、細目、極細目と分類することもある。ざっくりとした分類法と番手の関係、およびそれぞれの主な用途は以下の通り、 裏面に印字された数字は木の粗さ、細やかさを表す。番手上述したように木工用、金属用、合成樹脂用などと大分類されている。なお、メッシュ状のものも並べて一緒に販売されていることもある。これは布ヤスリに分類されることも多いが、こちらは目詰まりがさらに少ない。手で叩くことで研磨剤の隙間に詰まった加工くずを簡単に取り除くことができる。 紙やすりを指先で押し付けるようにして研磨している。ところ紙やすりをコルクヘンやゴムヘンなどに巻き付けておいてから研磨する方法も使われる以下に、大まかな利用方法を示す。サンドペーパーの種類と選び方、ありがとうございます。